野党側は小渕前大臣に対し政治倫理審査会など国会での説明を求めていくほか、安倍総理の任命責任を問う考えです。わずか1ヶ月余りで一任ということになりましたから、当然安倍総理の任命責任についても視野に入れてこれから対応していきたいと。みんなの党の浅尾代表は、大臣を辞任することと政治資金の説明を果たすことは別の問題だとして引き続き説明を求めていく方針です。また共産党の山下書記局長は、辞任で幕引きは許されないとして議員辞職を求めていく考えを明らかにしました。野党側は松島法務大臣の内輪問題などでも追及を強める構えです。